寝てんじゃないよ、早く起きて。化粧直しとかもいらないから。化粧直しとかいらないから。化粧直しはいるでしょ。いらないから。どこがや。そうでしょ。うざいことしなさいっていう風に命令されてるから。それはうちらが後ろ裏がいいんだよ。うん、ね、うちもね、貸してあげたいの、本当は。でも、うざいよ、許容されてる。こんにちは、寝起き YouTuber です。 YouTuber、 皆さんは恋してますか？今してる人多いんじゃない？してますか？恋。いいえ、からですか。夏も終えまして、これから文化祭とか体育祭の時期になる人もいれば、絶対クリスマスにかけて彼氏作ってやろうって思ってる方も結構いると思うんですけども、やっぱ恋愛してる時ってバカ女なんです。わかる、皆さん。わかる、うちのこと。皆さんもバカなんですよ。そこにしか頭行ってないから、俗に盲目っていうやつなんですけども、恋に盲目な人間って本当に空回りしちゃいがちなんですね。そんな恋に盲目な皆さんのやらかしエピソード募集しました。やらかしエピソードっていうより盲目エピソードって感じになります ね。うわ、これめっちゃわかるわっていう共感できるものが結構あったので、皆さんにも紹介していきたいと思います。無駄にストーリーが多くなる。はいはい、うわー、わかる。スキピールって言ってる人ってマジでストーリーバカ多い。見てほしいんだよね、私を。閲覧欄めっちゃ見るもん。あ、今見たとかね、細かにチェックしちゃうなんていうのも本当アホですよね。でも多分女の子もそのストーリー30分ぐらいかけてちゃんと考えてやってるような人とかも。で、そんな時間かけてんの？そうだよ、暇なの。暇じゃん、アップルじゃん。おかしいよね。LINE で通話わざと間違えてかけた。うわ、これやったことある、中学生の時。てか普通に友達とかにそれやればっていう、 LINE 続かないっていう相談よくされるから、電話するふりすればいいじゃんっていうのをおすすめしますね。やっちゃうよね。まあ話題続けるためにも結構使えるネタだと思うんだけど、電話をかけると電話できるチャンスにもつながるのよ。だから今まで誘いづらいとか電話できてなかった、もうもしかしたらこれを使うと相手からノリがいい子とかだったりすると、電話すればらみたいなのでワンチャンかかってくるから、結構使えると思いますよ、これ。まあ役割じゃないとだるいよね、それ。それはそうなんだ。初期段階でやると結構危ないやつですね。確かに重くすぎてやってしまわないように気をつけてください。友達とお祭り来てるのにスキピ探しになっちゃってた。あ、地元とかって多くない？ショッピングモール、お祭り、駅、駅とかイオンとかも全部見てたよ、うち。マジで今思い出した。もう何も話聞いてないもん、私。外とかでもう神経が周りに、そうで、なんか言ってても、え、ごめん何も聞いてなかったってめっちゃ言われた覚えがあるかも、学生時代とか。盲目だね、マジで。盲目すぎ。だって外を歩く理由がもうスキピを見るためとか。いい加減にしてよ、本当に。一緒に遊んでる友達のことなんて考えてないですか？これは絶対にあるあるだと思う。うん、偶然を装ってあらゆる場所で鉢合わせしてた。普通に怖くてごめんぴ。ドラマやんね。高校の時やってた。帰り道で気になった先輩がいたので、その人修礼が終わったらすぐに帰るっていうのをうちは知ってたの。だからうちも修礼が終わったらめっちゃ急いで歩いて帰って、あっちはチャリなのか、うちを抜かすの方面が一緒だから、その時に一回声かけてくれたことがあって、もう一回声かけてほしくて、めっちゃ早く帰ってた、一人で。しかも徒歩。死ぬから沼ちゃん一緒に帰れたらいいなみたいな、ね、そう、これでも本当に楽しいの。なんかさ、先帰ってるけど今ならもう一回もしかしたら会えるかもと思って。そう、忘れ物ないので忘れ物取り帰る。してなだる。なんぼ忘れてねえんだよ。ちれアホみたいにずっとネットの無料占い、おすすめは名前診断。ハマって、わかる。やってた。うん、うちはタロット占いやってた。ね、死ぬから。 YouTube のタロット占いみんなも見てほしい。スキピはないけど推しとかはやったことあるかも。かわいいな。芸能人とかさ、かわいいな。芸能人と相性占いする。芸能人とかと相性占いしたりする。一番無意味やん。映画の人はこういう人が好きだから、なんかじゃあ構成しなきゃいけないんだなとか。しかもさ、あれも悪くない、目覚ましテレビの占いで自分の星座と相手の星座も一緒に見ちゃうみたいな。わかる。相手の分もチェックして、うん、相手のラッキーアイテムとかも持ってっちゃうみたいなやつもいますよね。うわー、で相手がちょっといい出会いがあるかもとかなると読む。バカすぎ。バカすぎ。メモに LINE 打って客観視してから相手に送る。うわー、めっちゃやる。ねえ、もうアホじゃない。いや、これはやる、これはやる。でもうちはメモっていうよりかリリにやる。これどうって。で、うちがその文をもっと丁寧に、男が冷めないようなやつにして送り返す。だるすぎ。一日半分以上スキピで終わるやん。大事な場面でしかしない。喧嘩とか少年場でね、話し合いとか、あっちに人を吹かせたくて
てやる。意外といるんだろうね。うん、電車内でキスしたことがあります。お互いしか見えてなかった。もうこれはもう物申したいんだけど、この間ビッグカメラ行った時、ビッグカメラってさ、こういうエスカレーターじゃん。後ろ8階ぐらいまで行くずっと同じカップルとさもうやばいよ。向かい合ってチュー。え、やば、自分たちしか見えてないんだなって思った。本当にその人しか見えてないんだろうね、この世で。世界には2人だけ。いや、そうだよってなってる。人目が気になる程度のデートってやっぱまだ好きになりきれてないのかも。それあるよ。あるよね、本気でその人のこと好きだったら。確かに周りの目なんて気にしないのか。気にしないと思う。いや、だからうち本気で好きじゃなかったってことなのかな。いや、うち羨ましくてこう思ってるだけなのかな。じゃあ、うん、しました。だる何言ってんの。間違えた。これやばい。彼に内緒で一緒にいるとき録音して、後でも彼の声聞こえるようにしてる。いや、もうさ、やったことオタクやん。好きで好きでたまらない。すごい。かけてくれた言葉を聞いて、あの時嫌だったなって思い出すのかな。うん、ずっと聞いてたいみたいな。声ってさ、忘れない。匂いとかずっと記憶にあるけど、声ってすぐに思い出せないの、昔の人とか。うん、顔とかは思い出せるけどね。そうそうそう、声記録しとくのって結構いいかも。電話とかでもどうせ録音してたじゃん、絶対。してないよ。さすがにしてない。わかったんだ。何が。スキピにドドキャンされたけど、やっぱ会おうって言葉を期待して朝までメイクしたまま待ってた。こうやって待ってる子がいるんだから。ほんまにドドキャンとかする人さ、ほんまにな。ごめん、過去のです。私もよくします。ごめんね。化粧とそう、ちょっとのね、可能性を信じる女の子っててか別にじっと待ってなくてもいいよ。なんかして遊んでてよ。メイクしたら買い物行くなり友達と会うなりさ。でも友達と遊ぼうって言った時に、もし彼からやっぱ会おうって来た時に対応できないから家でいるんだよね。叶ってほしいね、そんな恋愛は。いやー、そうなの。祈らなかった時に、ほんと時間の無駄だからね。後から気づくもんだよ ね、そういうの。祈りますように。スキピに会う時の顔を鏡の前で練習する。かわいい。アップルじゃん、もう全部。確かに。でもそういうことないよ。じゃあいつもあのメイクとかしてこれは何の顔。確かにそれはスキピに対応する最近ね、もうめっちゃ真似してくるの、この人。この間10分ぐらいそれされて。やってよ。この前ホストクラブにいた時の不意に見たアップルヤバすぎてなんかこういうで、背筋はこう。あー、ほんと。いや、真似できない。リーもできてない。どっちも分かんない。うち真似できるよ。鏡を見てる時のアップル。その仕草はやってる。あ、口口口口ねえ、さっき口で、ね、あもうベンブレしたんだから、そんな一段。でもこれはこうかも。うん、脱線どうでもいいのよ。また読むんだけど、ほら。はい、せー誰もいないタイミング見計らってスキピの靴嗅いだ。すごい、すごい。もう絶対できない、できない。で、臭かった時どうすんのそれ。パンツ嗅いだことある。どこで。お風呂場に置いてあったパンツ。ただのパンツ、下着のパンツ。え、やば。でも臭かったらどうしようと思ってみよう。結果は臭くなかった。それさ、チンポのとこを匂うの。さすがにチンポ。いや、さすがにお尻は匂えた。チンポの部分に匂ったの。前に匂うの。気づくない。いや、後ろっていうか、もう全部きつい。いや、うんちの匂いだぞ。やめでしょ、まだこっちの臭さの方。え、前の方もさ、え、尿臭くない。内側？外側？外側。あ、外側なんだ。うんこつくよりおしっこつくの方が確率高いじゃん。いやいやいや、いや、拭かない子いるじゃん、たまになんか。え、うんこ。一回でいいよ。ちょっと待って待って待って。あ、いねえじゃん、そんな。もう暴走。あ、もう大丈夫、マイナスプロモーション。過去、過去、この企画で暴露やめてるから。すごいよ、自分過去1回盲目暴露いいから。でも靴よりマシじゃない。パンツ、パンツの方がやべえから。いねえから、パンツ匂うやつ。いや、絶対いると。でも男の子もブラとか匂う人いない。いないか。いるか、いるかも。それと何が違うのって話じゃない。好きすぎてね。そう、好きすぎての話。私これ画像で見つけたんですけど、無言でこれだけ送られてきました。マネキンの手と手をつないでいるこの人、盲目すぎてスキピと手をつないでるっていうのを四六時中家でやってんだろうね。家にあんのすごい。もう怖すぎんだよ。あれもいた、抱き枕にスキピの香水めっちゃ振りかけて寝るみたいな。あ、待って、やったことあるの。この人やったことあるよね。その人が使ってた香水うちも買って寝るとき使ってた。ねえ、ねえ、キモ。それ最近じゃないよね、もしかして。最近
結構最近だよね。最近だね。やっぱうちね、匂い弱いの。すごいね、今でもそんな盲目なんだ。あんたいい女だと思うよ、うち。どういうこと？ここ返してくれる人いないよね、多分。23にもなって。怖いぐらいマス。23にもなって。言い過ぎや。聞こえてるわ、1回でわかるわ。強調すんなし。ビールしとこ、私と付き合ったら出来合いよって。いると思う、愛されすぎて困りたい男も。いる。最後番外編なんですけど、好きすぎて〇〇みたいなのがあったんですけど、好きすぎてガチでうんこ食えるって書いてありました。最上級なんじゃないそれ。好きすぎ絶対無理だよ。いざとなれば、うん、目の前にあったとすると絶対無理だよ。多分それくらい好きでしょ。うんこ食えるぐらい好きってことでしょ。でもマジで言ってた、本気で食えますみたいな感じで来てた。食うな絶対、もうやめて。危ない、本当に。はい、ということで今回は恋愛に夢中な皆さんの盲目エピソード募集しました。今日の盲目大臣から一言いただきたいと思います。はい、今日の盲目大臣からの一言ですな、いいぞ持ってやれでございます、うん、迷惑かけない程度であればね、別にいくらでも。そうですね、何個かちょっと危ないのあったんですけど。そうですね、限度というものを抑えつつ、恋愛って楽しいですから、こういうことをやってる時間が一番ね、自分満足も見失わない程度に。そう、いいと思います。行くとこまで行くとちょっとメンブレしちゃうのでね、誰かさんみたいに。